ただいま、皆さん、お風呂上がりじゃない、メイクしてるのに、メイクしてるのにお風呂上がりって言われるとさ、なんかすっぴん全然。どうでしたか皆さん、かわいい手帳、キャプテンにお世話お願いしますの話は笑った。そうそう、空き缶パンクがもうほんとたまたま今日出演してた3期生全員が空き缶で、あとみゆみゆさんだったんですけど、なんか飼いなしみたいだっていう話になって、出る直前にお世話お願いしますって言って、よし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 って4人分やってもらっていきました。本当に可愛かった、緑と白たくさん振った、ありがとう、嬉しい。ネギを持っていましたね、いました、ヘンテコリーズで合わせたのかと思った。私ヘンテコリーズじゃないからね、ヘンテコリーズはハルチュンと花江とリリカの3人だから、私違うよ、ネギ何本くらいでした、結構 DMM つってた、15本くらい、結構いたよ、なんか結構いたんよ。でね、びっくりした、そうネギと主催のことびっくりしたのがさ、昨日18時半くらいからの配信で来てくれる人って言って、はーいって言ってくれた2人、その2人が私の中の2本だったんですけど、その2人が連番で最前にいて、マジでえっと思って、そんなことあるってね、え同伴じゃない、なんか離れてたんや、通路下手の最前一番センターブロックよりと、センターブロックの下手ブロックよりのこの2つやったんよ。すごくない？
で、ユウの両席祈願ってマジで効くのかって思っちゃった。昨日2回両席祈願受けてる人がその2人でしょ。マジでえってなった。イエーイ。しかもユウなっちゃんポジだったんですけど、今日なっちゃんポジって頭3曲じゃない、頭4曲でめちゃくちゃその上手とセンターブロックのあの間あたりすんごい行くの、めっちゃ目合うの。しかもあとあれだ、マックス、あとねもう一つ連番がいた。あそこは同伴？センターブロック4列目あたりの方たち、あれ連番？鍵閉めだったし、でもねあれだってポキー、カイリさん、ヒノさんのお見送りの順番だったからさ。違います？そうなんだ、めっちゃ これめっちゃ固まってたし、割と今日の公演は両席祈願が効いてて面白かったよ。私も踊りながら聴いてるかもって思った。楽しかった、今日の公演すごく楽しかったよ、ありがとう。え待って、上手ブロック上手ブロック一番後ろ端っこどうですか、合ってますか。本日の席最近はなっちゃんポジが多いので、なかなかシュシュは花道、平日公演休日と違う楽しさがある。そうだよね、フルアソ合ってます。あーそうなのか、合ってるって。ポキすごい、
違う、後ろのブロックじゃなくて前の ブロックの端っこの端っこで、なんか緑白振ってくれてるけど見慣れないなって思ったので、今今日ありがとうございましたって来て、でそのかね、この方が水色水色と緑白を振ってくれてたので、これを見る限りななみさん、ゆうは、なっちゃん、私を応援してくれてるとして、今日なっちゃんとななみさんいないからゆうはとゆうなが残るでしょ、これ見たら。だから、ああそうか、見て、探偵みたい、探偵みたいなことしてる。ね、今日こそ、あ、でも今日シュシュ投げるって言ってたら、あ、まあいたか、今日なんかめっちゃ最善、あー、もうあと2週間後ぐらいにやったら、シュシュ投げる役したらみんないい席だったりとかしないかな。猫耳可愛かったです、ありがとう。絶対にポキちゃんは自分認識しとらん、ごめん、会いに来て、もっと自分こういう名前ですっていう名札をしておしゃべり会とか。ゆうなちゃんが昨日着てた服可愛くて買った、どこでどこでどこで、よくよく見つけられるよね、すごい。そう、シュシュ軽いのよ、だから全然飛ばないんだよね。前の方に座った時に限ってポキ投げん、あと KMT が全然いい席じゃない時に投げちゃうの。GU で合ってる、すごい、じゃあお揃いだよ。それ来て12日行くね、待ってるね。あゆみ姫、あゆみ姫が初日だもんね。ツンツン、ね、みんな本当おしゃべり会で名札持ってきて、お願いお願い。何回もさ、これでさ、この一瞬の花火のシングルのおしゃべり会を通して名札を持ってユウに会いに来てくれるとだいぶ覚えられると思うんだよ。ポキ GU 買うよ、うわ、うわ、ケンジです、3フェスタワー、ありがとう。ポキがハナニャンを指す、ハナニャンしてもするように言ったからナイスフォローでした。
あんなん作ってんの自分一人だけ。あのチューリップの名札、フェスタワーじゃないよこれ。分かんない。花の日だから、だから私が勝手に解釈して花にゃんの日ってことで、でそれで花にゃんだからみんなで花にゃんやりなよって言ったら、みんながゆうなちゃんがやるなら。ゆなちゃんがやるならやるって、じゃあみんなでやろうよって言って、ひらがなで書こうかな名前。間違ってる私読み方。もう2年一緒に活動を見守ってくれたりとかしてて、私2年間名前間違ってるの。ひらがなで書こうかなって何、びっくりする。ポキちゃんが3期で一番権力ある。違うよ、やめてよそういう言い方するの。違う、なんか団結したりとか協調性を出してみんなでやろうっていうのが私は好きなの。だからよく言っちゃうんだけど、リリカとユウハ、そうよく納得したよね。ユウもさ、いいよ、ユウは全然できるけど出て、リリカとユハどうって、リリカ最初やだって言ったけど、なんか結局やってくれて、みんなありがとうって。綺麗で美人のユニャンでした。ありがとうございます。嬉しいです。やだ、それ権力とか言わないでよ。似合ってたよね、みんな。でしょ？3期が可愛いって話題になるじゃないですか。結果オーライじゃないですか。ねえ、可愛かったって、やった。喜び、ありがとう、楽しかったよ、楽しかった、ありがとう。世界で一番素敵なクリスマスイブを、必殺技圧ですか。そんなことない、そういう協調性のある3期生が好きだ。みんなやってくれた。
節、そうそう、義理の弟歌いました。ルアシも本当は群馬行きたかったんですね。友達と会う約束があって行けなかった。あ、そう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 、誘ったんだけど、まあ、先約を断るのはよろしくないから、じゃあ今回は私が行ってきますって言って、スタンダードいい曲だね。ほら言った、ゆはずっと言ってた。でもこの配信では歌えないから、ああやって外のカラオケで歌ったやつをストーリーとかで流してもいいんだったら聞いてもらえるのめっちゃいいかも。今日の日本日は、レイナさんからもいただいたコスメデコルテのユイです。ポキちゃんどんどん大人っぽくなってきて、公演中何度もハッとしました。美しいです、ありがとうございます。チャットならもっと長めに動画上げられる。30秒かな。でもあれなんだよね、リリノが歌ってる部分、あ、でも違う、チャットはカラオケありなの、権利の問題で。私はインスタグラムに載せるのはちゃんとカラオケの受付で、このカラオケで撮った動画を SNS に投稿しても大丈夫でしょうかっていう確認を取ったからあれだったんだけど、チャットは聞いたことないからわからないんだよね。あとはもうあのドハマりです、赤いイヤホンねえ、誰かいない、ハロプロさん好きな方。こんがらがった赤い糸を無理にほどきたくなった、アイアリスの時代でしょ、今そこから人間の感情をね。あんたはもう知られない、ダイヤレスの、あ、そう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 、いたー今ドハマりしてます。まいちゃん、え、なんでその人気なの、すごいすごいすごい、なになになに、赤いイヤホン、
フォーマンスがすごい。リーナちゃんハロプロ得意だね。そうだ、だからリーナちゃんがカラオケで歌ってて、あ、三次審査でも歌ってたなって言って好きになったの。おい、それで？あ、ももなちゃん、笠原ももなちゃんが今卒業してオーディション番組に参加してミーアイっていう新しいアイドルになったんですけど、それを見たりとかして、なんかいろいろ、やっぱり私アイドル大好き、いろいろなんかかじっちゃう。クイクイクイ、明日を照らす光で、クイ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 、泣くの、ああ、クイクイ、うめい、クイあとおすすめのアイドル、最近は「キュルリン」ってしてみて、キュルリンしてみて、アンナちゃんの好きなグループにもハロプロから転生した。アンナちゃんが好きなグループって何？ホギちゃんはキュートのマイマイに似てる気がする。大きな愛でもってなして、大きな愛でもってまして、フルーツジッパー、まあいいよね。いろいろあるな、ちょっと待って、アイドル、2016年ぐらいの音楽番組でいろんなアイドルさんがシャッフルでコラボしてみたいな企画があったんですよ。なんでこれ知ってるかって、確かその番組で西野七瀬さんがキュートの皆さんとあのコラボして、松村さゆりさんとかもいらっしゃったんですけど、いろんなアイドルさんが踊ってたのを見てハマったとか、もうね、枝分かれでいろんなアイドル、なんだこの神企画はみたいな感じになったんよ。
2016年って何年前？8年前。8年前。今21なんで13歳。13歳。13歳の時にキャーキャー言ってたんだ。中1、確かに好きだったアイドル、ずっと踊りまくってた、振りコピして。やってた。全然フェスとかコンサートとかは行ってなくて、それこそ音楽番組とか YouTube でミュージックビデオ調べるとか、そういう感じで楽しんでたから、ね、言っとけばよかったって思っちゃってる。そんな行動力なかった。今だったら一人で行くのに。一人で行動するのも楽しいことに気づいて、そのキュルリンってしてみてとか、いぎなり東北さんとかで、その楽曲の中にセリフがあって、それがねギュンってくるんですよ。知ってますか皆さん。あのね、来週私誕生日なんだけど一緒に祝ってほしいな。あのね、君といるとなんか落ち着くんだ。あのね、夜寝る前に電話してもいい？言うんですよ。めっちゃ可愛くない？そういうの可愛いなって思いながら聞いて、キャーっていうのが楽しい。私はできないって思いながら、そう、結構キャーキャー言っちゃうタイプ。できてる。控えめに言って、ぶきちゃん好きです、ありがとう。あとはね、これはね、ラブキュンウォンテッドっていう曲なんだけどね、ねえねえ、君につける周囲はもう包囲されてるの、逃げるのなんて諦めて、君を一番好きなのは私だもん。ああ、どこ行くの、世界中に指名手配してやるって曲の中で言うの、セリフで。いやー、
やっていろんなアイドルキャキャやって、今度歌って。歌えないよ。だってさ、これ歌っちゃいけない、このカラオケで。キャーだよね。参考にするとき多い。でもこういうアイドルさんのライブ映像とかフェスの映像とかがよく流れてくるんですけど、それ見てめっちゃ表情コロコロ変わってて可愛いなって。思ったりはする。参考にできるかどうかは置いといて。とか目つぶって笑うとかウィンクとか口ぷくってやって指さすとかってなってる。それでスクショタイム欲しいね。可愛くできない可愛くできないよ。まんざらでもないかを言うなし。ちょっと難しいな。にゃあ、あーほんと君ってもう鈍感すぎて困っちゃいます。私だけ見ててよ。もっともっと可愛すぎる私に生まれ生まれ生まれ徹底的に奪っちゃいます。君のそのハートは私のもの。さようならとか待ち無理届け好きよ好きよ好きよ。ちまだまだ踊り足りなそう。いやもう足が限界なの、筋肉痛で。そうなんか踊りたい、違う、なんか上半身はいけるよ、足がやばいんだよ今日さ。そう、それこそさ、頭4曲でめちゃくちゃ目の前に KMT いてめっちゃ目あってニヤニヤしちゃった友達電話しようとかでさうん前のこと
冷やしちゃった。ああ最善だとか思って。目の前にいるってなって。めっちゃ。にニコニコだよね。見てた？いいな。今度ほら業績になった時ね、みんな。最善でもそんなことない。嘘。あらそうですか。その時はアシスタントしてくださいね。それわかんないじゃん、みんながいい席かどうかなんてさ。あと今日はね、見て、ちょっとアイラインを跳ね上げてるんです。今日は3期生はみんなアイライン跳ね上げてた。あとめちゃくちゃまつげを濃くして、アイラインのこの黒いのをここら辺から引きました。どうですか、猫になってる？どっちかっていうとスルーされるわ。え、被害妄想だよそれ。今日は KMT が少ない前提でいたから、めっちゃ目合わせる努力をしたんよ。メイクは髪型に合わせたよ。いや、そんなことない。じゃあそう思ってればいいんじゃないの。ユウは違うよって言ってるけど、そんな、そういうこと言うんだったら、花江ちゃんまだしてるけど猫耳どの段階撮ったの？劇場出る前に撮りました。今日帽子かぶってなかったから猫耳で歩くのはやばいなって思って。帰って遠い席の方が目が合う。まあ、そんな感じでちょっと恥ずかしくなっちゃうの、こっちも。57分ありがとう。あるよ。
カチューシャ。にゃーにゃーにゃー。じゃ、男女呼びます。13位ビールバラにゃん、ありがとうございます。12位キットスタンキットスタンダード萌えライン33にゃん、ありがとうございます。11位片山にゃん、ありがとうございます。10位ハマピにゃん、ありがとうございます。9位ゴンちゃんにゃん、ありがとうございます。8位あかりちゃんにゃん、ありがとうございます。7位ひよりげたにゃん、ありがとうございます。6位あべべぽきにゃん、ありがとうございます。5位まこいもにゃん、ありがとうございます。4位とまおにゃん、ありがとうございます。3位カジュピョンにゃん、ありがとうございます。2位ミミレパパにゃん、ありがとうございます。1位ケンジにゃん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めにゃくてごめんにゃーん。今日も一日お疲れしゃまだにゃん。明日も頑張ろうにゃーん。おやすみにゃん。ごきげんようにゃーん。にゃにゃ。バイバイ。おやすみー。